はい、どうも、たこやんでございます。はい、所長です。宣言通り、在内でですね、これはエクトップの在内で、まあ、日本では初めてです。全方向周辺ですね。あとあのジオメトリーとかと一緒で、左スティックでから動かして、磁気動かして、右スティックで方向を、はい、まあ、方向を押すともうショットが出るんです。そうですね。まあ、最近意外と昔に比べてこの頃に比べてまだ多い、そういうシステムの、ね、そうですね。単純にやっぱりリースを下がりながら前受けたりとかで、そうなんね、理にかなってるんですよ。アポカリプスとかもそうなんね。でもう正直もう喋るのここで終わりぐらいの感じで。そうですね。まあ、でなんでかっていうと、このゲームはあのすげえ綺麗で、なんていうかね、ものすごい洗練されたゲームなんですよね。なんかこうでセンスがいいっていうか、うん、映像で見るゲームなんですよ。そうそうそう、映像で見て語ることはほぼない。なんで大画面で自分の撮ったプレイ動画を後ろに流してるぐらいがちょうどいいぐらいの感じなんで、うん、で、本当のオープニングムービーが始まったら、はいはい、まあ黙ります。もう黙ってやろうかなと、うん、黙りで、 あとはもうシューティングなんでもう感じ取ってください、うん、はい、特にオープニングめちゃめちゃいいんで、ね、これはぜひ、はい、音量上げちゃってもいいぐらいだよね。そうです。じゃあお願いします。はい、
Scourge Armada, destroyer of worlds. You have brought a dread burden upon us. By your deeds, our worlds have grown ashen and sober. Destruction was your avatar and your seal. Adora, you are found guilty for crimes too entirely horrible and horrendous to utter. Therefore thou shalt knowest nothing less than eternal sorrow and everlasting agony. For thou shalt make your descent into the maelstrom a fitting grave for one, who thence resembles an angel, but is nothing less than a hideous demon. Executioner, awaken. Let life stir behind thine soul mask. Clad in heavenly armor thou wilt be. Befitting thine perilous task. To bring the witch before the black maelstrom. Thus it is decided by the judges of Armada. わかんないところがまたいいよね置いてかれてるからついてこい。タクヤンは緑です。あーそう、社長は青です。意外にやってる本人たちが一番わかりづらいっていう。なんでこっちらしい。そうそう、ちょっと見ちゃいますね。さっきのなんかこう
そう。としてはショットが2種類そうです、ね、ちっちゃい的にはこの紫色の球、ね、大きい的にはこの一直線の球をやるとすぐ倒せるていうか逆にあんま L トリガーで取ってロックオンミサイルを受けるカーソルを動かしてこれが積み飛ばすポイントそうです時期と標準を変えてくれてますあたりが一番怖いんで弾ではないんですね怖いね難しい内容やったんですね。結構大変だったけどね。今回はちょっと一番簡単なモードでやってます。気を使ってほしいです。メイン長い動画だからね。敵が硬くなってボスが硬いんで。そうそうそう。一応その弱点が出てるところに向かっているとその方向に向かって勝手にオートで。これはやんないと分かんないと思う、まあ、ゲーム的にはすごい平面的なんでジオメトリの背景が激しく動いてるバージョンですよそうですね、うん、分かりやすく言えば、はい、こっちじゃね一応ルート選択も一応できるそうです、ね、部分があるっぽい青か俺青かあなたは切り出した方が一番ですあ、なんかなった水で石ころになってます石ころにうわ俺アイテム取れないんだよ俺アイテム取れなくなっちゃうんだよ二人を持つんですよてか二人をさらに喋りながら結構そうね自分がどこにいるか分かんないの出る感覚とかすごい気持ち
当に綺麗ですよね。うわ、下向けたよ。下向けそうですよね。いけないし、びっくりするぐらい一緒で、まさかと思った。でもなんか確か PSB 版の方がちょっとおまけがついてるのがついてなくて、僕の家の環境だったんで3箱あるとかあるんですけど、PSB だったら綺麗だったね。そっか、これがボスか。過ぎたらどうなの。そうなんだよ、ちょっと失敗したなと思って。何てくるって言うと、とりあえずこの感覚と僕たちオープニングムービーが見てほしかったっ。そうそう、あれだけはね。でも実際やると意外とこのオープニングムービーみたいなのをアップするのどうかなって。オープニングはぜひ、もうあれでよし買おうと俺は思った。そうですね、ぜひ俺に同志が現れてる。でも俺見た目地味だけど、やってると面白い。こっちで結構さっき夢中でやっちゃって、ね、間違えられない。もういいんじゃないかと思って、そろそろ撮りますかっつって。そうそうそう、何回もそれ言ってでもやってた。このゲームはカスタムサントラ対応してるんで、そうですね、好きな音楽かけながら。そうですね、昔の Xbox は対応してるゲームじゃなかったらダメなんだよね。ステマーカタキのサントラとかいいかも、あ、いいかも、すごくいいかも。
とはちょっとこういう感じで続いて、そうですね、うん、そんなバリエーションはそんなない、まあ、ステージ自体がやっぱりあの大きめできたらダダダダーと作られてきた感じですね、確実に難しくなってる、そう結構高いんですよ、クリアはしてないんですけど、俺名古屋市で歌のが3位、一応買った、久しぶりに会いましたね今日、買ったんだけどもったいなくて開けられない、新品で買っちゃった、だからもう1個ぐらい欲しいな、やるように、そうだろうな、うん、そうだろう、これ結構もっときたいゲームではあるよ、どれくらいゲームどれくらいですか、このゲームもうちょっと行くぞ、そうですか、もうちょっと行くぞ、意外ともういい時間なのかもしれない、あれ？あ、お、あれまだちょっと残ってる。まだちょっと残ってる。あ、ちょっと残ってます。なんだこれ。なに、流して死んだら。
やーでは締めよう。あのムービー繋いじゃおうか。はい、繋いでくれるぞ。くっついてんな。なんかおかしいですよね。おかしい。トンボのコーヒーでなってる。あ、動かせる。なんか音鳴ってんな。あ、ね、まあじゃあ、そうですね。これをまあここら辺でいいんじゃないですか。これが動画の厳しいところでね。俺たちにはもうずっとやりたいんだけども。いやー、やっぱ面白いんだけどね。ああ、なんもなしか。今回はご褒美なしですよこれ。ご褒美なしだねこれ。またこの面が変わらない。これはずーっとやってる。一人で結構無心でやっちゃいますけど、うん、こうずーっとやってる感じ。そういう意味では、まあ、プレステ2版とかはなんかもっとこれよりこうドラマチックではありますよね。そう、ステージのステージはもうちょっとメリハリがあって、もうちょっと単だけど、なんかパンタードラゴンみたいなゲームだよ。悪くはないよね、あの 3D なのに弾幕シューティングみたいな。すげえ熱い弾すぎある。すごい弾幕を呼べるのって感じが楽しいもんね。あれもいずれアップしたい。近いうちに。そうです、ね、これと、そうじゃないですか。じゃあまあここら辺にしておきますか。そうですね、うん、次なんですけど、はい、どうしますか。で、1本はいいアクションゲームがあるので、ほう、見てみそうですね。ほうほう、あー、はいはいはい、あれを2人でやるんですけど、その前に1本されたりしてるんだ。そうですね、まああれは、まあ言ったら 4K としてまた1ゲーム。そうですね、部類ではあるんですね。プレステあたりとかも挟みたいですね。あ、プレステですか。まあプレステサターン、プレステサターン挟んでいく、まあ、ジャガーあたり、別のあたりの2600とか、いや、それはないと思うけどね。ファミコン、あとはアドバンスか、まあ、そこら辺で一緒に考えておきますか。うん、アドバンスも何気に、そうですね、激アツがありますからね。爆笑必至。ネタもネタとしても上質だし、ゲームとしても上質というか、まあかなり笑えるというか、まあかなり面白い。いやないけどね。さっきのファイトクラブと一緒で、よくできてないけどよくできてるっていう。そう。本当なんか何をパクりましたみたいな。そこ頑張ったのになんでそこ力抜いたみたいな。あれはね、笑える人は笑えると思う。あんまり有名ではないもんね。日本でもちゃんと出たもので、っていうのもいいと思う。っていう感じのゲームなんです。そうですね。でもあれはもう見てもらえます。そう、まああれも近いですね。ところで、またいないとここら辺してくれるか。次回は結構多分早めに上がりますね。そうですね。また3本か4本とか。まあ、3から4よりは、まあ、いいかさですね。ちょっと上がると思います。あの、いや、3回目と4回目の間ほどは開かない。そうですね、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、決して早くなる。意外と、うん、題材としてはいっぱいあるけど、なんだろう、2人が会えるタイミングというか、これね、取れるタイミングがなかなかないな。いや、本当に、だから、あとはその RPG のね、とかアドベンチャーゲームの最初から最後までとかじゃないんで、ほんとこれとか喋ることないですよね。そうね、もう画面見てくれ、判断してくれみたいな感じですよね。これは見た意外と、見た感じ意外と綺麗。あ、綺麗ですね。やるより見てる方が多分楽しいです。なんですか。何これなんだこれ。でもまあ、あれっすね、この動画で今まで存在を知らなかったので、ちょっと気になると思ってくれたらやっぱ嬉しいですね。そうですね、本当にやらないゲームだよね。あれやで、まあ、プレミアでやで。ただ、ちょっと隣のゲーム屋行って買うみたいな感覚では買えないんでね、やっぱり。でもまあ、世界にはいろんなゲームがあるわけですよ。これからもそういうゲームそうですね、まあ、そういうゲームからああいうゲーム、あ、まあ、ファイトクラブみたいなところから結構純粋におすすめのゲーム。まあ、そういうゲームをちゃんとやりながら、僕は今あれですか、フィールドにベスペリアをやってますからね。ねえ、やってたね。でもまだやってんの。いや、ちょっと詰まりました。話聞いてなかったんで、どこ行っていいかよくわからなかった。やる気ねえじゃん。
通にやる気あったら分かるでしょ。でもあれ、うん、結構よくできてますよ。あんまり普段アルペジやんなくても、うん、部屋の人にもアピールできます。あと舐めてかかってるとあれ結構戦闘むずいんですよ。ボスが強いんですよ。アクションゲームとしては今までショートボス全部死んでますもんね。全部死んでるゲーム上げていくんで、はい、これからもよろしくお願いします、はい、本日はこれで次はテイルズ。いやスーハミの歌ぐらいかな、入れてもいい。それぐらいだったら俺も持ってるし。では、はい、お疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした。さよなら、はい。